浜那須ヶ廊付近から見た施設円形の白火力発電所は秋田県の白石字大森山1-6にある東北電力の石炭火力発電所。オイルショック後に国の石油不足対策を目的として設置された。1993年、平成5年5月に1号機が運転を開始し、その後3号機までが建設された。温暖化対策のため、木質バイオマスの混焼が行われている。2号機は発電効率向上のため、主蒸気温度摂氏566度、再熱蒸気温度摂氏593度、主蒸気圧力 24.1 パとした東北電力発の超臨界圧のボイラー及び蒸気タービンを採用した。3号機の建設計画は今後の景気動向に絡む電力需要を含む需要変動リスク、並びに国内や世界的な二酸化炭素削減に向けた規制措置の動向を見通すことが依然として険しいとして2028年以降の着工、運転開始とされ事実上凍結されていた。しかし、東日本大震災後の電力安定供給、発電コスト削減を目的として計画再開し、2016年2月に着工、2020年3月に営業運転を開始した。1号機定格出力60万キロワット使用燃料、石炭、木質バイオマス蒸気条件、超臨界圧熱効率、約 45% 営業運転開始、1993年5月2号機、定格出力、60万キロワット使用燃料、石炭、木質バイオマス蒸気条件、超臨界圧熱効率、約 45% 営業運転開始、1994年12月3号機、定格出力、60万キロワット使用燃料、石炭、木質バイオマス蒸気条件、超臨界圧熱効率、約 46% 運転開始、2019年8月1日、営業運転開始、2020年3月2日、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、全機が自動停止した。4月7日に発生した余震でも、全機が自動停止した。地震及び津波により、複数の発電施設が被災し、電力供給力が大幅に低下したため、ナトリウム、硫黄電池による8万キロワットの蓄電設備新設を計画し、2012年1月の運用開始を予定して着工した。しかし2011年9月21日に、東京電力所有の同型電池が火災を起こしたため、工事を中断。メーカーの日本外資による調査で、事故原因が判明せず、電力需要が増える2012年夏までの設置が見込めなくなったことから、2012年3月30日に計画中止が発表された。後に火災事故の原因は、モジュール電池1台の中に製造不良の単電池があり、それが破裂、溶融して複数電池間の短絡を引き起こし、モジュール内で過電流が流れた電池が連鎖的に破壊され、さらに別モジュールへと延焼していったためと発表された。能代エナジアムパーク発電所敷地内にある PR 館。エネルギーとの共生をテーマにした学習コーナーや未利用エネルギーを利用した460種3300本の植物を育成する熱帯植物園がある。また、能代根、ブナが主幹やスポーツ広場などの施設が隣接しており、イベント会場として利用されている。入場無料。エネルギーとの共生をテーマにした学習コーナーや電力に関する展示がある。460種3300本の植物を育成するドーム状の熱帯植物園。能代薬七夕の灯籠や能代べらぼう凧が展示され、祭りのお囃子などを聞くことができる。噴水や遊具などが設置されており、子供たちが遊べる場となっている。テニスコートや多目的広場がある。サザンドーム内、展示場などとしてイベント等で利用される。休憩コーナー、自動販売機あり。ありがとうございます。